新車時に英国編集部がグランドツアーへ連れ出したミニ。日本で余生を過ごし、英国でレストアされた一台をご紹介します。現存250台と言われる MK1 の一台。1950年代を振り返ると、名車と呼ばれる存在の多さに改めて気づかされる。燃料インジェクションとガルーイングドアを採用したメルセデスベンツ 300SL や、 シトロエン DS、フェラーリ250など、どれをとっても個性豊かだ。中でも特にデザインという視点で評価すべき一台を、イタリアのデザインスタジオではなく、英国のモーリス社が生み出している。新しい着眼点と解決方法で大きな成功をつかみ取った。1959年のミニマイナーだ。 今回ご紹介する 667GFC のナンバーを付けたミニは、実はオートカーにとっても特別な一台。それを知らずとも、初めて見るような子供から古い思い出を持つ5年配まで、スライド式のサイドウィンドウへ引き寄せられるように集まってくる。ボディから露出したドアのヒンジと楕円形のテールライトに、フロアから伸びる長いシフトレバー。 最初期型のディティールへ気がつけば、ミニマニアのような人も強く関心を寄せるはず。オリジナルのミニマイナー MK1 は合計2万2000台が生産されただが、現存すると考えられているのは250台足らず、この真っ赤な車はその1台に当たる。アレックイ・シゴニス氏による天才的なコンセプトが最もみずみずしく表現されているのが、 この初期型だと言える。改良が加えられながら2000年まで約530万台生産されたが、シンプルでアイコニックな成り立ちで言えば、MK1 が一番だろう。市中海沿いに1万 3000km のグランドツアー。おそらく、生き残った MK1 でも特に状態の良い 667GFC だが、シャシー番号はちょうど100番。 英国で広く知られる最古のミニの一台、621AOK、OK、のナンバーの車より早期に生産されたことになる。しかし、ボディは1960年のもの、エンジンも同様で、工場から出荷された時期とは一致しない。その理由は、筆者の先輩が関係していた。1959年の夏に顔取り自粛デビューしたミニは、 市民のカーライフを独創的なアイデアで解決した。同時に、モーリスブランドを用していたブリティッシュモーターコーポレーション、BMC は、前例がないほど巨大なキャンペーンを世界中で展開した。100カ国で販売される新モデルとして、約2000台の初期型が世界の主要都市へ届けられた。広報用車両としても33台が準備され、 自動車メディアに貸し出された後、デモカーとして各拠点へ配置された。1959年の夏に BMC が用意した MK1 の中で、この 667GFC はオートカーと縁が深い。当時のジャーナリスト、ロナルド・ステディ・バーカーとポール・リビエールが、長期テスト車両として短くない時間を一緒に過ごしているのだ。 近年の出版業界は厳しい状態にあるが、1959年は予算を潤沢に使えた。今より大胆なロードトリップも可能だった。英国内の自然公園をめぐる以上の冒険を実行できた。その当時計画された内容は、欧州を横断し地中海沿いに北アフリカを回り、英国へ戻ってくるという1万 3000km のグランドツアー。 バーカーはこの自動車旅行でミニの能力を確かめ、BMC 側は耐久性を分析できると考えたらしい。基本メカニズムは量産モデルと同一。本格的に量産が始まる前に工場で組み立てられたプロトタイプに近い 667GFC のミニマイナー MK1 には、長旅に向けた必要最低限の手が加えられた。それでも、 基本的なメカニズムは量産モデルと同一だった。今から60年以上前の舗装が不完全な道へ対応するため、ボディの下側にはアンダーガードが装備された。燃料タンクは航続距離を伸ばすため、予備の1本が追加された。さらに北アフリカの国所に耐えるよう、輸出仕様の6枚ブレードファンが組まれた。夏も終盤を迎えていた、 1959年8月26日、レーシングドライバーのジャック・ブラバム氏がスタートフラッグを振り、真っ赤なミにはロンドンロイヤルフェスティバルホールを出発した。若きバーカーとリビエールは英国を離れ、フランス北部の海岸にある街、ルトゥケ・パリプラージュへ。英国では追跡中のパトカーを追い越し、ドイツではアウトバーンを失踪した。 48km も続くアルプス山脈のグロースブロックナー峠へ差し掛かると、冷却系へ軽い問題が発生。ラバーにフルードが封入されたハイドラスティックサスペンションも。激しい上下動に耐えられずダンパーブラケットが緩み、操縦性に支障が出た。それらは、今後の北アフリカでの走りに不安を抱かせた、だが立ち往生することなく、 アルプス山脈を登り切っている。中古車として販売され日本のコレクターへ。危険な中東地域を縦断し、リビアの遺跡群も通過、オーバーヒート気味ながら。北アフリカの渓谷沿いに続く、起伏の激しい道もミニマイナー MK1 は走破した。コーナリング性能をバーカーは積極的なドライビングで確かめたらしい。 ところがその時点で、リアダンパーを固定するピンが金属疲労で破断していた。気づいた時には血の毛が引いたと、彼は後に振り返っている。この冒険では MK1 の走りだけでなく、BMC 側の世界的なつながりにもバーカーは感銘を受けている。ルート上の各都市で、多くの代表者が挨拶に出迎えてくれたそうだ。 一方、出発時点で同社から提供された支援は、ベイルートに届いたスペアタイヤのセットだけだったという。途中、簡単な点検整備を何度か受けたようではあるが、無事にロンドンへ戻った 667GFC は BMC の研究開発部門に入り、プロトタイプ番号の583に変わって、 シャシー番号100が与えられた101962年に中古車として販売され、ロンドンの西にあるハイウィカムという小さな町でひっそりと暮らしてきた。1970年代に入ると、地中海をめぐる大冒険をした初期型だと判明。日本のコレクターが購入し、1978年以降は東の島国を走ってきた。 だが経歴は詳しく調べられることなく、近年まで時間が経過したようだ。667GFC の過去が明らかになったのは、デストアのために英国へ戻ってきた時、ミニ,ニの専門家によって解明された。この続きは後編にて、